メラが向かったのは会津大学の研究室。ここで音声学を学ぶ鈴木恭理さんらが英語学習アプリを開発しました。開発に使われたのが病院で見かける超音波診断装置。タタ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 。鈴木さんはこの舌の動きに注目。 There was once a poor shepherd boy who used to watch his flocks in the fields next to a dark forest. このアプリの題材はイソップ童話の狼少年。英語のすべての母音と子音が使われているといいます。カナダ出身のイアン・ウィルソン教授が流暢に音読していますが、その発音する様子を舌の動きも含めて自由に見られるのが今回のアプリ。その名もビジュアルラーニングです。この発音記号を学んだ後の、じゃあ実際に文章になってる時にどういうふうに舌動いてるんだろう、リズムはどうなってるんだって確認するアプリもあると、より利用者にとって役立つんじゃないかなと思って。英語学習アプリの多くは文章ではなく単語のみの発音しか練習できず、さらに発音で大切な舌の動きも分かりにくいアプリが多いんだそうです。気になる使い方は、例えば、Once を押すと Once を発音する動画が流れて、で Was を押すと Was Once と流れて、で最後の There を押すと最後のフレーズ、このフレーズの動画が再生されるようになっています。口の動かし方や舌の動きなどを速度を変えながら何度でも確認できる仕組みです。さらに自分が発音している姿を録画し、正しい発音と比べられるんです。私もこのアプリを使ってネイティブの発音を勉強したいと思います。自称英語の勉強は得意だったが発音には自信がないという記者が体験です。じゃあまずはワンスのス言えてないです。あ、すがいいある程度英語を勉強しているのに、なぜか自分の発音がうまく母国語のように流暢にならない、そういった悩みを持っている人向けの、中級者向けのようなアプリになる。 I hope that a lot of people can use it to improve their pronunciation because the Tokyo Olympics are coming up in 2020 and a lot of foreign people are going to be coming to Japan。完成までこぎつけるには試行錯誤を重ねました。苦労しかないんですよね。実際にじゃあそのアプリを使う人はどういう、使い方をするのかっていうところを考えるのがすごく苦労しました。アップストアで無料配信を始めたところ、およそ2ヶ月で185万回ダウンロードされるほどで、日本語の説明が欲しいなどの要望もあったとか。市場に出回ってるアプリと肩を並べるようなアプリが将来作れたらいいなと思って。学生の学びたい気持ちから生まれた英語学習アプリ。鈴木さんは来年春に卒業予定で、今後は後輩たちが鈴木さんの思